シグ SG510 は、スイスで開発された、軍用自動小銃である。1959年から1960年頃に、スイス軍の正式小銃として採用され、1990年に SG550 へと更新されるまで使用されていた。スイス軍での正式名称は57年式突撃銃で、ドイツ語では、スターンゲウェア57、フランス語では、 クーゼル D アサルト57、イタリア語ではファシーレイ D アサルト57と表記された。スイス軍は1889年にシュミットルビン M1889 を採用し、改良を加えながら1950年代以末まで使用し続けた。一方、20世紀初頭からは半自動小銃への更新がすでに検討されつつあり、様々な試行錯誤を経て、 第二次世界大戦後の1948年からは、いわゆる突撃銃の開発が始まっていた。1956年、連邦参事会が新型小銃の開発計画を承認した。この計画のもと、ベルンゾー兵将とシグが新型小銃の設計を行い、ベルギー製フェル小銃との比較試験が行われた。1957年、 シグの1955年設計案すなわち AM55 が正式名称57年式突撃銃として採用された。製造元はスイス工業者で設計者はルドルフ・アムスラー技師である。同時代の突撃銃と比較すると SG510 は重量があり2脚、キャリングハンドル、カウンターウェイトを備えるなど複雑で高価だった。しかし、 射撃精度は非常に高く、バースト射撃時の制御も容易だった。およそ100万丁が製造され、このうちおよそ74万丁がスイス軍に配備されていた。スイスでは SG550 によって更新された。2015年には予備装備としても退役が宣言され、軍が保管していた SG510 はすべて処分された。シグ SG510 は H&KG3 とよく似たローラー遅延式ブローバック作動方式を採用した自動小銃である。2点の可動式ローラーがあり、射撃時には交代するボルトがこのローラーによって遅延される。その際に薬莢が薬室の内面に密着してちぎれることを防ぐため、薬室には溝が設けられており、発射ガスの一部が 薬莢の外側に加わることで薬莢の膨張を抑えるように採用する。敵弾発射機と生態機は重心の先端部と一体である。重心は先端部を除いてバレルジャケットで覆われ、その前端または後端に2脚を装着できる。バレルジャケットの後端には運搬用の折りたたみ、ハンドルが装着されている。ハンドガードとストックはゴムカバーで覆われている。 機関部はセレクティブファイヤー機能を搭載し、セミ・フルオート射撃の切り替えが可能だった。セレクターレバーは S、E、M の3点式だが、右側面の連射規制機と呼ばれる部品によって、切り替えを S と E の2点のみに制限することができた。連射規制機は分解時に着脱可能なクリップ状の部品で、やや短い側の片面が白く塗られており、兵士からはおはじきと、 通称された。白い面を内側にして取り付けた場合、セレクタレバーは3点を自在に切り替えられるが、外側にして取り付けた場合、塗られていない長い側の面が干渉し、M への切り替えが行えなくなる。コッキングハンドルはレシーバーの右側面に設けられ、ボルトの前後動とは連動しない。レシーバーの先端には丸いボタン状のローリングインジケーターがあり、 薬室に弾薬が装填されると、インジケーターが競り上がって、全装填状態であることを示す。2脚は、スライド式で、バレルジャケットの前方内し後方にて固定される。セミオートでの精密射撃時には後方に2脚が固定された。また、フルオートでの支援射撃を行う際には、前方に2脚を固定し、バースト射撃を行うことが好ましいとされた。 SG510 用の小銃敵弾としては、大装甲用の成形作薬弾とソフトターゲット用の榴弾があり、直射、または曲射が可能だった。これらの敵弾には、飛距離を補助するためのブースターが取り付けられていた。敵弾発射時には空砲及び専用弾装を用いる。この専用弾装には、通常の GP11 弾が装填できず、 より短い空砲弾のみ装填できた。また、専用断層は自動装填機能を機械的に無効化する構造になっており、装填時には断層下部のボタンを押しながらコッキングを行う必要があった。直射する場合、肩からではなく腰だめに構えて指の負傷を避けるべく、機関部の右側面に設けられた折りたたみ式の長い冬用引き金を用いて、 射撃を行った。曲射する場合、重傷はゴム引きが施されているので、そのまま地面に当てがうことができた。二脚は後方に寄せて照準器として用いる。紐付きのペンナイフを着剣具から振り子にして吊るし、これを二脚に示された目盛りと合わせて銃に角度をつけ、目標の距離へと照準を行うのである。ブースターを用いる場合、 小銃敵弾の最大射程は直射で250メートル、曲射で420メートルだった。SG510 を背負ったスイス軍の8.3センチメートルロケット発射とおいて、スイス軍は SG510 を汎用銃とみなしていた。小銃班においては、シュミットル便 K31 小銃、M31 短期関銃、LMG25 軽機関銃を一括で更新した。 狙撃手には、カーン使用性4倍スコープを搭載できるように回収を施したモデルが支給された。照射器付きの赤外線暗視装置も設計されていた。各種照準機及び取り付け用回収を行った、小銃は軍団付け資材の一部とされており、兵士らの個人装備には含まれていなかった。輸出用モデルは20発断層を備え、2脚がなく、 木製のハンドガード及び重傷を備えていた。いくつか設計された派生モデルのうち 7.62X51mm など弾仕様のシング510から4はチリア・ボリビアで採用された。輸出されたものの一部はイタリアのベレッタ社にてライセンス生産されたものだった。結局、大規模な輸出は行われなかった。1950年代末。 ドイツ連邦軍は50兆の 7.62EX51mm 使用モデルを輸入し仮名称 G2 として瀬戸目モデル A などと並行して試験を行った。50兆のうち40兆がスイス軍使用と同じゴム引き重傷及びハンドガードを備え残る10兆は木製だった。しかし当時すでにな島内でも軽量な銃器への支持が集まっており、 突撃銃としては、重量のある SG510 の採用は見送られることとなった。スイスでは、兵役後に小銃を個人所有することが認められている。1991年以前、兵役満了者は SG510 を返納し、計31小銃を受け取っていた。これらの SG510 は整備の後に、新たな入隊者へと対応されていた。 1991年から2014年までに165,702兆の SG510 が兵役満了者へと引き渡された。引き渡し動機一部の部品の取り外し、交換によってフルオート射撃機能は完全に無効化された。2003年からはアイアンサイトをディオプターサイトとグローブサイトに交換する回収が可能になった。回収されたものは STGW57-03 未回収のものは STGW57-02 として区別される。どちらのモデルも依然として連邦防衛、国民保護、スポーツ省の予備装備として位置付けられている。アメリカ合衆国では1969年から1989年にかけて SG510 が民生銃として輸入されていた。 輸入されたのは SG510 から1と SG510 から4で、どちらもセミオート射撃のみ可能な仕様に改められていた。1969年の時点で SG510 から4の輸入数は極めて少なかった。FN フェルの G シリーズと同様、オリジナルの機関部に改造を施し、セミオート射撃のみを行えるようにしており、バトフからは、 半自動小銃と区分され、フルオート射撃機能が復元されない限りにおいて、マシンガンとはみなされなかった。同年末には、イギリスやイタリアなど諸外国の新しい銃、規制基準を取り入れ、SG510 から4を、スポーツライフルらしく再設計したモデルが、シグ AMT として発表された。AMT は、アメリカンマッチターゲットの略で、チャッケングや、 敵弾発射機能が廃止されていた。1989年までに3000兆程度が輸入されたと言われている。銃の評価自体は高かったものの、競合製品の AR-15 や HK91 と比べて非常に高価だったため、広く普及することはなかった。ありがとうございます。